続いての第2試合はスーパーバンタム級の4回戦です。赤コーナーは門入宝石ジムの平野博則です。彼はサウスポーです。東京都葛飾区の出身。アマチュアは5戦のキャリアがあります。今日がプロ2戦目。戦績は1戦して1勝 1KO。 前回の戦いは1ラウンド2分55秒というテクニカルノックアウト勝利でした。対します青コーナーは横浜桜ジムの松本良一です。今日がプロデビュー戦となります。しかしアマチュアのキャリアは7戦あります。1ラウンドでも早く倒したいという松本、デビュー戦はノックアウト勝利にかけています。松本選手に有限会社黒部工務店代表取締役黒部玉尾様より激励賞が贈られます。第2試合スーパーバンタム級の4回戦です。赤コーナー122パウンド門入宝石ジム所属平野博則。青コーナー121パウンド横浜桜ジム所属松本良一。ジャッジ豊谷信明、同じく山田五郎、同じく鮫島栄一郎、レフリー秋彦。スーパーバンタム級の4回戦です。赤コーナー画面右側、門入宝石ジムの平野博則です。青コーナーは横浜桜ジムの松本良一です。まもなく第1ラウンドのゴングが鳴らされます。スーパーバンタム級の4回戦です。ピンク色のトランクスが門入宝石ジム、今日がプロ2戦目の平野博則です。そして序盤から積極的な動きを見せています。前攻勢を仕掛けていく黒いトランクスは横浜桜ジムの松本良一、今日がプロデビュー戦です。そのプロデビュー戦の松本が積極的に出ていきます。連打を仕掛けていきます。ロープを背にしているのが平野です。連台前で出て詰めていきました。松本良一プロデビュー戦、その意気込みが伺えます。左寄っていきます。右ストレート、松本です。左のボディ持っていく松本、狙っています。松本良一アマチュアでは7戦のキャリアがあります。右ストレート、左、そして左のボディ、最後。しかしここは平野も表情をガラッと変えてきました。奮起したのか、表情がガラッと変わった平野博則です。門入宝石ジム、戦績は1戦して1勝 1KO。 前回のノックアウト勝利の味を忘れられない、今日もノックアウト狙いでいきますと言っていたピンクのトランクスの平野博則です。さあ、その平野に対して松本が右のストレート、両者ともガードを高く上げています。サウスポースタイルの平野です。左のボディを2発打ち込んでいきました。右のフック2連発、平野体勢を入れ直しました。平野です。しかしそこに松本が左のフック、左一発で平野をキャンパスに沈めました。松本良一第1ラウンドからダウンを奪っています。まずは1つダウンを奪ったのが横浜桜ジム超プロデビュー戦の松本良一です。さあ、松本右のストレートを左、このまま仕掛けていくんでしょうか。黒いトランクス松本、接近しての戦いとなっています。第1ラウンドは残りあと1分余りあります。左のフック、左アッパー松本、ガードを固めています。松本、そこにサウスポースタイルの平野、食い下がります。平野ストレート、右フック、右のフック、
します。右のストレート、左バンドは平野の左のストレート、平野が連打を仕掛けていきました。これはダウンの応酬になるのでしょうか。スーパーバンタム級の4回戦、まだ第1ラウンドです。学校だけの方は、ね、大変な盛り上がりとなっています。松本がナイが出ていく、残り10秒切りました。第1ラウンド、松本良一です。まず第1ラウンド、今日がプロデビュー戦だった松本良一がこの左の一撃でダウンを奪いました。この左です。これで今日プロ2戦目だった平野博之からダウンを1つ奪っています。スーパーバンタム級の4回戦第2ラウンドを迎えようとしています。さあ第2ラウンドのゴングが鳴らされました。スーパーバンタム級の4回戦、黒いトランクスの松本がピンクのトランクスの平野からダウンを奪っています。右ストレート、松本です。第1ラウンドダウンを奪った松本、再び右のストレート、すでに平野の顔面は赤く紅潮しています。いや、しかし松本の顔も赤くなっています。それだけ激しく打ち合っているということです。さあ松本が前に出ていく、右左、右大きく振った、左右、乱打戦の様相を見せています。スーパーバンタム級の4回戦、松本が攻撃を仕掛けようとしています。しかし平野、左のボディから右のフック、今度は松本がロープを背にしています。左右、平野の連打、しかし松本返しの右、どちらがダウンをしてもおかしくないという戦いになっています。どちらがダウンを奪われてもおかしくないこの戦い。スーパーバンタム級の4回戦、右ストレート、松本、今日がプロ2戦目です。前回デビュー戦はノックアウト勝利だったこのピンクのトランクスの平野、再びあのノックアウト勝利の味をと今日意気込んできたこの戦いですが、第1ラウンドでダウンを奪われています。その平野、左のボディから右のフックです。サウスポースタイルの平野、右のフック、まだ1分あります。右のアッパー、左、すでに松本の鼻からは出血が見られます。右ストレート、左アッパー、左アッパー、右、松本がコーナーへ詰めていきます。ここは一旦レフェリーの桂木さんが話します。あ、鼻からの出血の量が多くなってきました松本。一旦は距離を取って戦う平野です。平野、得意な左ストレートが出るのか。平野博之、今日がプロデビュー2戦目です。今日がデビューから2戦目だった平野、第1ラウンドにはダウンを奪われてしまった平野ですが、第2ラウンドに入って攻勢を仕掛けていきます。しかし松本も負けてはいません。右のフックは平野です。接近しての戦いとなっています。右のストレートで松本、左のフック、右ストレート、左右、ニュートラルコーナーに詰めていきます松本。ここで第2ラウンド終わりました。非常に激しい戦いは第2ラウンドに入っても続いています。
第1ラウンドでダウンを奪った横浜桜ジムの松本良一です。今日がプロデビュー戦、1ラウンドでも早く倒したいという言葉通り第1ラウンドからダウンを奪いました。このデビュー戦はノックアウト勝利にかけています。今日は両親も山梨県から出てきてこの試合を見守っているという松本、ぜひとも両親にノックアウト勝利をプレゼントしたい黒いトランクスの松本です。さあ試合は後半第3ラウンドに入っています。第1ラウンドでダウンを奪った黒いトランクスの松本、そして第2ラウンドには盛り返してきたピンク色のトランクスの平野です。しかしその平野、得意な左のストレートが今日はなかなか出すことができていません。左のボディ、平野です。両者ともすでに顔面が赤く紅潮しています。試合は後半に入りました。スーパーバンタム級の4回戦です。大きな左のアッパーを見せました松本、鼻からの出血がさらにひどくなってきました。右のフックを打っていきます平野、ボディを打っていきます松本、フック細かい連打、細かい連打です。松本が前へ出ていきます。距離を取っていくのが平野博之です。ピンクのトランクスの平野は来年の新人王を目指しています。そのためにも今日はここで負けてはいられません。1年ぶりの試合となった平野もノックアウトでの勝利にかけていました。さあその平野、ロープから抜け出しました。左で積極的にボディを打っていきます。第2ラウンドに入ってからボディの数が増えた平野です。再び試合は開始されました。細かいブローを放っていく平野博之です。開始のストレートは松本、接近しての戦いが多く見られてきます。第3ラウンドです。接近戦のシーンが多くなってきました。スーパーバンタム級の4回戦、サウスポースタイルの平野、第3ラウンドに入ってからもボディをたくさん放っていきます。右から左、細かいブローを放っていきます。ロープを背にしているのが平野、詰めていくのが松本です。左のフック、右のアッパーを松本、黒いトランクスの松本は幼い頃からかなりのやんちゃ坊主だったそうです。それを見ていとこのお兄さんやお友達が格闘技の道を進めたといいます。今日はそのやんちゃぶりをこのリングの上でも遺憾なく発揮しています。黒いトランクスの松本良一、山梨県甲府市の出身です。横浜桜ジムに席は置いていますが、普段は山梨のジムで練習しています。今日がプロデビュー戦の松本、第1ラウンドでダウンを奪っています。ストレート、松本が最後に右のストレートを見せて第3ラウンドが終了しています。赤コーナー角入宝石ジムの平野博之です。今日がプロ2戦目となります。前回のデビュー戦は1ラウンド2分55秒のテクニカルノックアウト勝利でした。しかし今日は第1ラウンドでダウンを奪われています。対します、青コーナー、ダウンを奪った横浜桜ジムの松本良一、今日がプロデビュー戦です。今日はノックアウト勝利にかけているといった松本、残りはあと1ラウンド、最終ラウンドとなっています。スーパーバンタム級の4回戦最終ラウンド、両者とも残りのスタミナを使って積極的にブローを出していきます。右のストレート、松本ストレートの連打、松本です。黒いトランクスの松本、ストレートの連打、詰めていきます。しかしここは平野も返しのフック、サウスポースタイルの平野、積極的にフックで返していきます。右のストレート、左のフック、松本手数で
でも自信があると言っていた松本です。何としてでもノックアウトで飾りたいプロデビュー戦、残りはあと2分余りとなっています。スーパーバンタム級の4回戦です。対します第2でダウンを奪われているピンクのトランクの平野、今日が1年ぶりの試合となります。この1年間は拳を痛めていたため手の手術を行っていました。その手術から復帰しての今日が初めての試合となります。左ストレート平野です。中盤ではボディも積極的に見せていた平野です。サウスポースタイル右のストレート松本、必死でガードを固めている平野、最終ラウンド残り半分となっています。細かいブローを放つ松本、連打をまとめていこうとしています。右左右右のストレート、平野も食い下がります。フックの連打で返していく平野、接近してアッパーは松本です。両者とも手数を止めることがありません。残り1分を切りました。スーパーバンタム級の4回戦、細かい連打は平野、右のアッパー松本、接近しての戦いが続いています。最終ラウンド右ストレート松本、右のフックは平野、最後の力を振り絞っています。でダウンを奪ったのは黒いトランクス横浜桜ジムの松本良一、ダウンを奪われたのがこちら角海老宝石ジムの平野博則です。両者とも座って判定を待ちます。平野がプロ2戦目、松本がプロデビューという戦いでした。まもなく判定が読み上げられます。採点をお知らせいたします。ジャッジ浦谷37対38、引き分け。ジャッジ鮫島39対38、同じくジャッジ山田39対37、松本2対0、松本選手は勝ちでございます。2対0という判定で第1ラウンドにダウンを奪った松本良一が判定勝利を収めています。プロ初勝利を収めました黒いトランクスの松本良一、横浜桜ジムです。こちらが第1ラウンドのダウンシーン、得意の左のフックで第1ラウンドでダウンを奪い、そのまま判定の勝利へと持ってきました。これで会場にいる両親にプロ初勝利をプレゼントすることができました松本良一です。